現代画山の金剛山師匠。2006年2月19日現代画山は、大北朝鮮事業を業務の中心としている大韓民国の現代財閥に属する企業である。現代画山の本社はソウル特別師匠6にある。師匠が北朝鮮側の金剛山と会場、そして韓国側の軍事境界線近くの高木と宮古羅山にあるが、これら師匠は金剛山と、 高木は主に混合産観光事業、会場と宮古羅山は会場工業地区事業を行うために設けられている。現代財閥は創始者、鄭秀英が1989年に韓国の財界人として初めて北朝鮮を訪問し、近日生と会談するなど、以前から対北朝鮮事業に関心を持っていた。韓国と北朝鮮との南北関係は、 1990年代に入って一進一退の状態が続いたが、1998年に対北朝鮮融和政策、いわゆる対応政策を提唱する近代中が大統領になると、同年の6月、定州営は牛500頭と共に、反門店を経由して北朝鮮に向かい、金剛山観光事業の開始についての約束を北朝鮮当局と、 混合産観光事業に関する合意書及び付属合意書を締結した。混合産の海混合元山地域の観光地区の土地利用について50年間の事業権を取得する見返りに9億4200万ドルを北朝鮮側に支払った。しかし予定通り混合産観光が始まらないと見るや10月に再度包丁し今度は 金正日と直接面談して、金剛山観光開始の約束を取り付け、11月18日に、韓国関温度10日以降から金剛山観光船を出港させた。金剛山観光を皮切りに現代財閥は、大北朝鮮事業を本格的に開始する。そのような中、1999年2月に、大北朝鮮事業専門企業として、 現代画山が発足することになった。大北朝鮮事業では、当初から帝州営と共にご覧のテーム県が主導した。財閥分裂、赤字テーム県は、韓国国内で王子の乱と言われた兄のテーム Q との争いに勝利して、1998年に現代財閥の後継者となったが、テーム Q は2000年に現代キア自動車グループを率いて独立し、弟のテーム順も、 現代移住工業グループを率いて現代グループから独立してしまい、本家の現代財閥は小さなグループとなってしまった。当初、混合産観光は思ったように収益が上がらずに巨額の赤字を生み続けるが、小さくなってしまった現代財閥には赤字を補填する能力はなく、2001年末から2003年にかけて、現代ガザンでは給料の支配が頻発した。 テーム権は2000年の南北首脳会談に際して南北関係に貢献したとして韓国側代表団の一人に選ばれるがその一方で現代財閥は南北首脳会談の直前に北朝鮮に対して総額5億ドルもの秘密支援を行ったこれは公式的には現代財閥が対北朝鮮事業の独占権確保のために支払った対価とされるが実は 南北首脳会談の対価ではないかという、大北朝鮮秘密支援の捜査中の2003年8月4日、テーム県は、現代画山の本社から飛び降り自殺をする。テーム県の後継者は、未亡人の限定音となる。大北朝鮮事業は、テーム県の死後の方が順調に進み、赤字続きであった、金剛山観光も、黒字を形状するようになり、足踏みが続いていた。 海上工業地区の建設も進むようになった。しかし、2006年には、京議線、東海線の鉄道市運転が、北朝鮮側の反対で突然中止になり、その後7月のミサイル発射や10月の核、実験強行によって、現代画山が行っている、大北朝鮮事業は、内外の厳しい批判を集めるようになり、対北朝鮮事業の先行きには、不透明感が強まっている。 2008年7月には、韓国人女性の北朝鮮兵士による射殺事件で、金剛産観光が中止となり、主力事業が消滅。役職員の約85%を削減した。金正恩は2019年10月に、見るだけでも気分が悪くなる北ならしい南側の施設、金剛産の自然景観にふさわしい現代的な放仕施設を我々式で新たに建設すべき。 今の混合山はまるで北と南の共有物のように北南関係の象徴、縮図のようになっており、北南関係が発展しなければ混合山観光もできないということになっているが、これは明らかに誤ったことで誤った認識と批判し撤去命令をした。朝鮮日報や東亜日報は背景に北朝鮮側の脅しと暴言を容認する停止性。 対応が北朝鮮を傲慢な態度を許していると北朝鮮に優雅的なムンジェイン政府を批判した。問題点としては北朝鮮住人の金剛さん立ち入り禁止で韓国人が言葉を交わせる北朝鮮国民は当局者とガイドだけという南北民間交流が名目なのにできない仕組みになっていることである。金合さん観光は北朝鮮の一般人から取り上げたのも同然であり、 このように北朝鮮政府をりつる事業を行っているのではないかという非難がある。混合産観光事業では当初月額約10億円以上にもなる巨額の観光料を北朝鮮側に支払っていた。現在は支払い額は減ったが一般的な2泊3日の観光では1人当たり80ドルの観光料を北朝鮮側に支払っている。その上金剛山や会場そのものも 北朝鮮側に巨額の資金を支払い、長期間借り受ける形で事業を展開している。また、金剛産や会場で働く北朝鮮、労働者への賃金は、現代画山から直接渡されることはなく、すべて北朝鮮当局を通して渡されることになっているが、給料の大部分が北朝鮮当局の懐に入っていると推定されている。これら、対北朝鮮事業によって、 北朝鮮に流れる資金は北朝鮮の延命に力を貸すものだという強い非難を受けている。続いて、韓国政府が進める太陽政策にのっとった事業を行っている。関係上、現代ザ山の事業は韓国政府の強い影響を受ける点が挙げられる。現代ザ山の言っている事業を中断させられない。韓国政府は2002年には混合産旅行代金を 観光客に直接補助するという破天荒な方法で現代画山の事業を守るということまでした。一方で北朝鮮と現代画山側が対立した場合などは韓国政府の干渉を受けることにもなるが対応政策を推し進めている現在の韓国政府が対北朝鮮事業を中止させられないことをうまく利用して現代財閥は赤字続きであった。 大北朝鮮事業のみならず、現代財閥そのものも守ってきた。現代画山では強制ではないが、社員は少なくとも一度は北朝鮮に赴任する風潮がある。北朝鮮で仕事をすることによって、北朝鮮側の考えが理解しやすくなって、日常業務に大いに役立つというのがその理由である。赴任先は、今後を参加会場である。赴任期間は、最低1年間で、 給料も韓国国内よりも格段に良い。しかし現地では北朝鮮側と毎日のように交渉等を行うわけであるが考え方が大きく違う韓国側と北朝鮮側はよく衝突がありストレスが耐えない仕事である。北朝鮮では仕事が終わった後の息抜きの場がほとんどないことも大きな問題である。また金剛山では現代画山以外で 金剛山に進出している企業職員が駐在していて中国系朝鮮族も大勢で稼ぎに来ている。海上工業団地でも各進出企業の職員が駐在している。現代財閥は金剛山と海上の独占開発権を握っているため現代画山はこれら進出企業の上に立つ形で北朝鮮側との交渉などの業務を進めている形になる。 2011年8月に2008年7月からの中止期間から時間経過、投資した観光施設も老朽化したため、従業員は完全に撤収した。2006年7月に発生した北朝鮮によるミサイル発射実験の影響で、離散家族再開事業は中断され、北朝鮮の数少ない合法的収入源となっている。 混合産観光事業と海上工業地区事業についてアメリカから問題提起がなされ10月の北朝鮮核実験の後には混合産観光事業と海上工業団地事業に対する批判が高まり改めて現代画山の事業は不安定な北朝鮮情勢の数正に左右されることが浮き彫りになった事業の10年間で 混合産観光事業を進めながら支払った分が5,597億ウォンだ。これとは別に現代画山が施設などに投じた額は累計で2,268億ウォンに上る。これまでに現代画山が混合産事業に投じた資金の総額は7,670億ウォンである。現代画山は2008年に混合産観光を中止して以降、 10年間で2247億ウォンに上る営業損失を出した。売上げの損失だけで推定1兆5000億ウォンになる。対北朝鮮事業そのものの先行き不透明感である。現代財閥以外の多くの韓国財閥は対北朝鮮事業に及び腰である。現代財閥は巨額の対価を支払って北朝鮮当局から 様々な事業の独占権を得たはずなのであるが、朝鮮日報によると事業を進めるたびに、様々な無理難題が飛び出す現状を見て、北朝鮮はとても事業を進める相手とはなり得ない。また、北朝鮮という国そのものの先行きが不透明である。北朝鮮情勢が劇的な変化をすれば事業がどうなってしまうのか、これもまた不透明である。 2018年11月18日から19日にかけ北朝鮮の金剛山産観光特区で行われた金剛山産観光20周年記念行事で確認された各施設はほとんどが老朽化しておりまともに作動しない設備もあった2019年10月末には北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が金剛山産観光地区内にある 韓国側施設の撤去を指示して事業が破局を迎えている。ありがとうございます。